翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、こちらです。あ、光ってる。やばい。ピカピカ。まあ、チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。どうも、ひろとです。今日も所沢の神さんに来ております。今回は外野手用のグローブを探しに行きたいと思います。早速探しに行きます。ここに軟式のオールラウンドとか外野手用がたくさんあります。全部デザインも良くて本当にかっこいいグラブなので、ちょっとその中からちょっと自分が気になったグローブを紹介していこうかなと思います。では早速やっていきたいと思います。まず1つ目がこちらになります。はい、ウィルソンのワナビーヒーローの外野手用になります。こちらの顔見てください。スーパースネークスキンを使っております。やっぱりさすがウィルソンさんですね。まあこれ結構デカめかな、ウィルソンにしては。で結構見た感じ面が広いですね。でも小弓で使って面を広くして取ってから早くもできるし、ポケット深めでもボールがしっかりと取れるような感じとなっております。やっぱりこのウィルソンのワナビーヒーローのグローブってデザイン性が一番いいと思っております。スーパースネークスキンも雨にも強いけど本当にデザインもかっこよくて色合いもめちゃくちゃかっこいいです。でもう一個ワナビーヒーローで気になったグローブを紹介していきたいと思います。気になったグローブはこちらになります。はい、こちらです。こちら左利きのグローブなんですけど、こちらもウィルソンのワナビーヒーローの外野手用となっております。こちらは黒にスカーレットっていう色を使っております。で紐はタンでステッチもスカーレットかな、同じ色になっております。やっぱりここにやっぱ左手が前も言ったんですけどポケットが作りやすいなっていう、やっぱり左の外野手を見てて思いましたね。なんで結構奥深くしっかりと取れるなっていう印象がありました。やっぱスーパースキン使ってるところで、さっきのはスーパースネークスキンなんですけど、こっちはスーパースキン、バスケットボールと同じ素材となっております。なんで雨にも強く軽くてハンドリングもめちゃくちゃいいです。でお値段は 21,120 円税込みで、値段も安くて操作性も良くて、なんで本当にかっこいいグローブがたくさんあります。ワナビーヒーローにはさっきのもちょっと値段言い忘れちゃって、さっきのは 24,750 円、ちょっと高めになるのかな、さっきより。さっきのは旧モデルで、こちらの方は新モデルとなっております。なんでちょっとお値段は高くなるんですけど、気になった方はぜひ検討の方をお願いいたします。ひろとさん、これ買う買わない？買いまーす。キープでキープすんの？一応キープでお願いします。はいはい、なくなっちゃうかもよ。それはしょうがないですね。それはもう即買った人が本当に優先なんで、それはしょうがないです。はいはい、はい、なるほどね。まあでもね、これ確か定番品のはずだからまだ出てくるのかなと思うんですけど、うん、てか限定じゃないから多分普通に買えるはず。まあ買いまキープでとりあえず取りまね、はい、はい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 。もう一個気になったグローブがあるので紹介していきたいと思います。ではこちらです。はい、はい、こちらはローリングスのハイパーテックの外野手用となります。こちらのウェブはダブルトンボになっております。ダブルトンボはどういう役割がある？やっぱり普通の紐のウェブよりは耐久性が良くて打球の収まりがいいです、ね。でさ、ちょっとウェブ広くなるよね。ウェブが広くなるんですよ。こっちの方が広いですね。うん、で、あとやっぱりローリングスの特徴はデュアルパーム。わかりますか？デュアルパーム。俺しわかんない。わかんないですか？ M 級になってやっぱ前の A 級よりはやっぱ打球が強くなったんですよ。で、もう一枚この中に入ってるんですよ。耐久剤が。俺全然知らなかった。ローリングスは全く管轄外だったから。なんで本当に軽いし打球も強いんで、あんまりグローブも負けないので。そこは自分はおすすめしてるなっていうグローブになっております。値段はこちらになっております。 16,190 円税込みでちょっと安くなっております。軟式始められた方には本当にもってこいなグローブかなと思います。軽いし。じゃあひろと、このグローブ買いますか買いませんか？買いまーす。キープで。どっちもかいキープで。本当にどっちもかっこいいんで悩みますから。まあね、そうね。結構高い買い物だしね、グローブってやっぱり悩んで当然なんで、まあ、買い間キープでお願いします。はい、でさ、ハイパーテックの特徴って俺柔らかいってイメージなんだけど、自分も柔らかいってイメージあります、ね、即戦力グラブ、即戦力グラブだからね、早めに片付けないといけないみたいな、本当にすぐグローブ壊れちゃったからやばいないみたいな感じの人にはすごい向いてるよね。すごい向いてます。もう女性の方でも簡単に使えるかなと思いますね、おすすめです、とっても。続いては学生対応のグラブとなっております。それがこちらになります。はい、じゃあZETT のプロステータスの外野手用のグラブとなっております。プロステータスって革質がいいし、なんといってもかっこいいじゃないですか、キャメルって。で、中学生からこのグラブが使えるって本当に羨ましくて、中学生で使っていたら多分目立つと思います。外野手の中でもめちゃくちゃいいグラブです。で、こちらのウェブは紐になっております。ここにエッジがついてるので、先っぽで取ってもあまり負けないような設計となっております。では値段がこちらですね、26,730 円になっております。この値段で買えるのは安いですよ、本当に ZETT のグローブ。じゃあこのグローブ買いますか、買いませんか？買いまーキープあー買いたいんですよ、 ZETT の外野手用は。この前ね、キャッチャーミットもプロステだったから合わせてやればいいのになーなんて思ったけど、まあね、それこそさっきも言ったけど高い買い物だからね、高い買い物だから慎重にならないといけない、まあ、しょうがないかな。またお金入ってきたら考えます。今回は4つの外野手用のグローブを紹介していきました。本当にどれもデザインがかっこよくて、どれもいいグローブなので、ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。